騒ぎがあって、でまあ、必然的にちょっとお家の時間が長くなってきたっていうので、昔やってたミニ四駆を、まあ、思い出して、まあ、今、ちょっと子供と一緒にもう一回やってみようかなっていうふうに思って、やり始めました。思ったより悔しかったので、もう一回リベンジして、改造して走らせたいなと思いました。実際組み立てたのが走ってるのを見るのは楽しかったです。小学生の時に楽しんでたのもまた大人になってより深く楽しめるってことで、まあ、簡単そうに見えていろいろ奥が深いっていうのでいろいろ楽しめるかなと思います。コロコロコミックを見られた子どもたちがお母さんに連れられてこれが欲しいんだっていうことで買いに来られる方も増えています。自分たちのこう考え方とかこういうふうにしたいっていうので自分だけの車が作れる、愛着がある車を自分だけのものが作れるというのから大きいと思います。今ミニ四駆がブームというのもあると思うんですけども、ここでしか体験できないことを届けたいと思ってこういった遊びを作らせていただきました。隣におもちゃ売り場があるのでそこでパーツを買っていただいてマシンをカスタマイズしてもらって上位目指していただければなと思います。はい、じゃあ今からこれを作ります。説明書が長い。こんなんですよ。シールだけでこれ何枚あるの？あ、やっとできた。なんでそのフリーザみたいな声が出る？なんか40なんかな。マジで。やっぱフリーザっていい年なんだね、じゃあ。やべえ。緊急事態でさ、1個の部品がなくなっちゃったんよ。飛んでって。解決したんですか？解決してない。